はい、こんにちは、スプレーアート園の梅ちゃんとベロちゃんです。見えるかな、ベロちゃんです。はい、なんかベロちゃんが、うん、やべえ店見つけたっつってマジなんだなんだっつってそうだよ、やべえ店見つけたんだよね。うん、何？ドラッグストアドラッグストアって何？ドラッグストア、え、ベロにとってどういう意味なの、ドラッグストアって？薬。何これ、タバコ、それタバコ。そうね、なんか英語とかスペイン語だとドラッグってさ、そうだよ、そう、悪い方のドラッグも、悪いもの。日本だと薬っていう、風邪ひいた時の薬とか。うーん、ファーマシア、ファーマシア、ファーマシア。オッケー、じゃあちょっと入ってみよう。まあまあ、とりあえずあれこれ、これ何これ、持ってるじゃん。え、違うよ、普通の違うよ、緑のやつってるじゃんえ、知ってた、知ってた、こういうお店って。知らない、知らない。マジで初めて来たの？ほんと初めて。あれ、薬だけじゃないよね。薬売ってないね、そもそも。え、メキシコの薬屋さん全然違うよね。中に入れないよね。ほんとに薬だけ。なんでね、それが珍しいの？色が、色が薬。そうなの？ホームセンターみたい。ホームセンターみたいだね。ホームセンターみたい。食べ物も売ってんじゃん。なんかちっちゃいスーパーみたい。そうだね、スーパーとホームセンター。もちろんほら、まだちっちゃいバージョン。めっちゃ可愛くない？シルバーはパパ、わからない、ただ面白い形。あ、面白い形なの。うん、日焼け止め、日焼けしないように。すごいね。あ、うん、カートもある。カート、どういうこと？カート珍しいの？珍しい。なんで？スーパーにあるじゃん。なんか薬局だよね、見たことがない。なんかそれ可愛いの好きだね、ベルちゃんね。なんか珍しい。珍しいの？何これ、こういうとかさ。あ、声とかさ、パッケージが可愛くない？これいいね。知ってんの？痛み。あ、じゃあ初めての薬屋さんの感想をお願いします。感想って何？え、乾く？違う、そのWhat do you think? あ、What do I think? うん、え、めっちゃ便利なところ。めっちゃ便利？めっちゃ便利。でもスーパーと何が変わるのかわかんない。まあでもめっちゃ好き、めっちゃ好き。よかったよかった、うん、よかった、ありがとうございます。じゃあ毎日来ます。来んなよはい、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アディオース。じゃあねー。